南の山です。8月は一度も行けなかった。7月の常念、そして安達太良山以来の登山です。そして天気はね、今日はいいけどこの後は微妙なんだよね。ですが決行します。今日はなんと北岳に登ります。イエーイ、初南アルプス。そして北岳は日本で2番目に高い山です。ご存知、普通みんな1泊2日とか、強い人は日帰りとかで行くらしいんですけど、のんびり旅がコンセプトなので、なんと2泊3日で行ってきます。今日白根尾池小屋に泊まって、明日片野小屋に泊まって、そのまま頂上まで行けたら往復して、そして3日目に一気に降りるという作戦です。レッツゴー。左です。今日も助っ人がいます。山に来れて嬉しい。これから天気どうなるかわかんないけど、でも最初の吊り橋での風と、あと今の滝というか水が流れているところだけでもなんかね、体はすごい満たされている。幸せ。ここで道が二手に分かれるんだけど、左側の大寒場沢ルートっていうのは通行止めになっています。こっち白根尾池まで約3時間って書いてある。今日の宿約3時間をどのぐらいで行けるのか。レッツゴー。休憩、45分ぐらい歩いて 200m ぐらい登りました。涼しい、最高。さて、こっから 450m ぐらい急登みたいよ。今日の頑張りどころです。レッツゴー。第1休憩では日焼け止めを塗り直し、そして胸と背中のあたりにペパーミントの精油を塗ったら今スルスルしてます。なんか爽快に歩けそう。頑張ると。
第一休憩から50分ぐらい歩いた。ちょうどいいところがあるからここで休憩。20分以上休んだかも。ご飯はまだ食べてないんだけどね。今12時で、2時ぐらいまでには着くんじゃないかなっていう感じがしてます。あと超急坂は200ぐらいかな。超急坂っぽいけどね。でもまあ木曽駒の八丁坂と同じぐらいの標高差かなって思えば行ける気がします。レッツゴー。なんか疲れてると笑いが止まらなくなることあるよね。なんでだろう。まだ第二休憩から30分しか経ってないけど、結構な急坂でちょこちょこ休憩戦法に切り替えました。おにぎりを食べようと思います。いただきます。焼肉ふりかけ初めて聞いた。いいね。なんか肉がなくても贅沢な気分になるタイプのものだね。おにぎり休憩終わりです。またもや15分以上休んだ。のんびりハイキング。まあね、明日も結構標高を上げていくから、結構つっても700くらいだけど、なので今日はなるべく足に疲れをためない戦法です。というわけで急坂あと50ぐらいかな。レッツゴー。気持ちいい。柔らかい。あ、看板がある。知らぬ池小屋、北岳。一人。でもなんかもうここまでかも、すごい急坂は。もしかしたら、やったかもしれない。あと、標高100ぐらいは緩やかなんじゃないかな。行ってみよう。なんか明日に余力を残している。すごい嬉しい。なんかね、常年登った時はね、もう1日目に小屋に着いた時、明日ちょっと常年山頂往復するの結構だるいんだけどみたいになってたの。だけど今はね、頑張って肩の小屋まで行こう、そしてなんなら頂上を往復しよう、まあ明日の話だよっていう気持ちになってる。まあでもね、明日の工程が結構長いから、途中で、はあ大変ってなる可能性はあるけど、でも1日目のスタートとしてはね、上々だと思いますよ。やったね。もうすぐビール。思いがけない階段でした。
なんか電子音っぽいものが聞こえる。あれ、あの宿のモーターの音もしかして発電機っていうのか。あ、見えてる感じがする。やったね。知らねえお池小屋に着いたよ。やったね。やったー。缶ビールが600円で生ビールが1000円でした。乾杯。おいしい。冷え冷えです。あ、最高。少なくともここはまだガスっていなくて素晴らしいです。